怖いミステリーがあります。待って、これ一回紹介しなきゃ。みなさんこんにちは、ねねです。キキねねです。ねねです。キキです。今回は買ってきました。じゃあ10個買ったので、ね、10個ずつあげます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。待って、あ、じゃあなんで4個ずつ、あちゃ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 11個だろうわ。あ、キキごめんごめんごめん、ありましたありました。二人で預けていきたいと思います。うわ、ガム出てきた。早速食べるよ。なんかフルーツの味した。うまっ。あ、ガム出てきた。これは何だ、超怖い話ガム。そう、開けてお話を読むらしいです。ガム食べる。さあ、どんなお話でしょうか。ねえな、全部開け終わったら読みます。あのさ、怖いよね、お化けって。まあ、ねえな、ぶっ飛ばすけど。え、怖い。ねえな、見て。うわぁ、半だよ。ちょっとずつね。そう、安心してね。うん、知ってる、これ知ってる。まあ、読んだことある。キキもこれ知ってる。読んだことあるよね。うん。全部開けた。まだ。じゃあ、ねねから読みます。ママ電気消して。ビデオの映像。僕の家の近くに誰も住んでない廃棄所があり、そこは幽霊が住んでいると噂がありました。ある日、僕は友達とその廃墟に幽霊を探しに行きました。幽霊を撮影するためにビデオカメラを持って。じゃあ、父から読むね。お邪魔します。お邪魔します。僕は友達と一緒にカメラの中に入りました。と、誰かいますか。部屋の中を見回りましたか。誰もいませんでした。誰もいませんでした。おい、友達も叫びましたが、何の反応もありませんでした。なんだ、やっぱり誰もいないんじゃないか。はい。僕たちは家に帰りました。誰もいないんだから。そして撮影したビデオを見ることにしました。何も映ってないよ、と言いかけて僕は撮りました。撮影ビデオの映像は、お邪魔します、いらっしゃい、誰かいますか。うん、私がいるよ。おい、何かしら、という女の声が入っていました。僕たちはゾッとしながら映像を見続けました。なんだ、やっぱり誰もいないじゃないか、ここにいるじゃないか、と言ってビデオカメラに向かって血まみれの女がぶつかってきました。そこで映像は止まりました。あとでビデオカメラを見るとには血がべっとりとついていました。
1枚目のお話は。ママ読めた。これで終わり。疲れました。読めづらいから。ちょっと待ってください。もう限界です。ご利用ありがとうございました。次回また会いましょう。バイバーイ。少女おーらんがしょーさーおーらんもいいね。みんなも怖い話ぶっ飛ばす。ぶっ飛ばす。チュンのーチュンのー。